ズです。今日は12月28日月曜日、今日のブルースのピックアップはこちら。ジャパンミニストリー河野太郎のワーキングビジットインシンガポール。日本の大臣河野太郎氏がシンガポールに実務訪問。ミニストリーオフォーリンアフェアシンガポール、シンガポールの外務省のページでもワーキングビジットのニュースが流れています。で、ワーキングビジット、こちらが通常の訪問とどう違うのか、通常の訪問、例えばステイビジットだ、国賓訪問、オフィシャルビジットと公式訪問とかあるんですけども、ワーキングビジットなんだろうということでちょっと調べてみると、2国間の実務的なやはり協議、公式的な扱いはしなくていいんだけども、で、費用に関しては来る方が持つというようなことが書いてありますね。ただですね、この外務省のページの誰に会うかということを見てみますと、まず、次期首相候補、このヘンスイ・キアトさんと会うと。で、外務大臣、経済産業大臣、交通大臣、こちらシンガポールではすごい要職になりまして、トップ中のトップとお会いして、お会いしてないのはリー・シェンロン首相、あと大統領、それ以外のトップ中の実務のトップと会うというような状況で、このワーキングビジットにしてはやはり日本次期首相候補として、河野太郎氏を迎え入れているのかなという気がしますね。で、こちらの河野太郎氏のツイッター見ますと、やはりシンガポールとは随分交流があるように見受けられますね。この、河野太郎氏の河野、こちらを、英語表記で名字を先に、シンガポール政府の方がもう表記してますので、こういうようなカンバゼーション前あったりですね、随分交流あると見受けられます。もう検査終わって、全員陰性で、この28日今日の朝からもう日程を進めているみたいですね。実際協議するトピックは、河野太郎氏のツイッターによると、規制改革 DX、コロナ対策に関する規制システムで、日本経済新聞によると再生可能エネルギーの導入、行政デジタル化、オンライン資料、遠隔教育などが記載されてますね。で、日本の外務省のページに行きますと、こちら前どんなコミュニケーションがあったのかなと。ちなみに今回の河野太郎氏の実務訪問に関しては掲載ありませんでした。前回のコミュニケーションが10月29日、菅首相と李春龍首相が15分の電話会談でデジタル技術とかサプライチェーンの導入に関してちょっと交わしたと。それ以降ないですね。で、トピックを再度見ますと、やはり河野氏のツイッターは規制改革 DX、 コロナ対策に関する規制システム、日経だと再生可能エネルギー、行政デジタル化、オンライン資料、遠隔治療、よく見ますと再生可能エネルギー以外は結構行政コロナ関連のデジタル化に関して、トピックが集中しているのかなと思いますね。で、そこで思いつくのがやはり日本のデジタル庁新設、こちら行政改革の主軸かと思います。デジタル機関設置を通じて各省庁ごとの古い縄張り意識やオペレーションを変えないと、さらに日本は遅れてきますよね。で、シンガポールではですね、もうすでに2016年から同等の機関、ガバメントテクノロジーエージェンシー、通称ガブテックを内閣直属の機関として設置してまして、こちらシンガポールを技術によるスマート国に整備することで、省庁をまたいで技術的にリードしているという形で設置されています。こちらガブテックシンガポールの役目というので、こちらサイトがありますね。で、こちらのですね、とても代表的なプロジェクト、私が思うにこのシングパスプロジェクト、こちらシンガポールに住む人たちが持つパーソナルなアイデンティティ、政府のサービスに対してログインとそのパスワード、そういうサービスを提供するんですけども、事実上ですね、これはオンライン上の政府による本人であることの認証機能を果たしてまして、このアクセス、ログイン、パスワード、これが今や認証機能として機能するという機能を使ってですね、まずこのデジタルシグネチャー for SingPass users to sign legal documents ということで、このデジタルアイデンティが政府発行の自分の身元保証になることから法的な契約をシングパスを通じて証明する世界を作っちゃったんですよね。例えば政府間、私的なところでも契約するときはプリントアウトして、判子して紙で書類倉庫に保存というようなプロセスを通すんですけども、どれだけの人や時間やコストがかかるのか、シンガポールは今これ2分でプロセス完了して保管はクラウドにすると。圧倒的な機敏なオペレーションでこれは差がつきますよね。で、こんな感じで、アプリスマホで、全て2分で対応できるようなプロセスも書いてます。で、同時に、この、政府発行のデジタルアイデンティティの仕組みは企業にも適用されるというニュースが今年の夏にも出てますね。
シンガポール銀行第2 OCBC がシングパスでアクセスできるようにしたと。で、このプラットフォームは、まあ、オープンバンキングを流してフィンテックを進めるベースとなってて、まあ、フィンテックが進むわけですよね。で、少なくともやはり、各省庁にまたがって1つのデジタルアイデンティティで全てのデジタルサービスが受けられると。で、それで全ての省庁のサービスがある種統一化されていくと。で、それでセキュリティ対応も可能になっていくというような仕組みをもうシンガポールは作り上げているということですね。で、次にですね、このオリンピックに向けたコロナ対策、これで今月日本の新聞で注目だったのが、その外国客を大規模に感染対策、アプリ活用、ということで、アプリを開発するというニュースが出てますけども、まあ、シンガポールではすでにこのガブテック、主導で、今年3月からセーフエントリー、トレーストゥゲダー、アプリが提供されて、まあ、ビッグデータを収集してですね、それを AI で、アーティフィシャルインテリジェンスで分析することを繰り返すんですよね。そうするとトレース仕組み、に関してどんどん進化していくんですけどね。まあ、そういう進化の過程をもうすでに9ヶ月、シンガポールはしていると。で、こちらの進化の過程によって、10月末に国際エネルギー会議を主催して、来年5月にはダボス会議を主催する、そういうポジションを確保していると。ちなみにこれがシングパスで、この自分の携帯持っていって、ここの QR コードでチェックインして、まあ、こちら顔認証、顔で認証というか、ここで体温を測るというのも合わせて、まあ、人がいてチェックするという仕組みなんですけどね。で、まあ、この国際会議や国際競技をホストするノウハウは今、世界一なんじゃないかなと思いますね。まあ、その意味で河野行政改革大臣が今、シンガポールに実務訪問することは大変素晴らしい判断だと思います。で、折しも、まあ、昨日ですね、12月27日、この首相、来年の秋の総裁出馬明言せず着任しようとすると。まあ、こちらは、やはり河野首相、次期首相へ引き継ぐための、まあ、菅首相は中継役を買ったのかなと。まあ、そうであれば自民党しっかりしてるなと、日本はまだまだいけんじゃないかなという気もしました。はい、今日も動画を見ていただきありがとうございました。では、今日も皆さんにとっていい日になりますように。Good day!